今日午前6時過ぎ、名古屋市守山区のゆとりーとライン小畑緑地駅に白い乗用車がやってきました。ここから大曽根までの区間は専用の路線バスしか入れませんが、乗用車は一般車は進入禁止と書いてある大きな看板の前を通り、遮断機を押しのけて進入、専用の軌道を走っていきました。こちら一般車進入禁止とあるんですが、今朝白い乗用車が遮断機を押しのけて入っていったということです。名古屋ガイドウェイバスによりますと、乗用車はそのまま 6.5 キロ先にある終点の大曽根駅まで走り、職員の制止に応じずに駅で展開、小畑緑地駅まで戻り、再び遮断機を押しのけて一般道に出ていきました。こちらは先ほどの映像からおよそ18分後の小畑緑地駅。職員らしき人が乗用車を止めようとしていますが、車は赤信号を無視して一般道に入り逃げていきました。中に入ることはですね、初めてのことになります。入った時間とですね、戻ってきた時間がですね、約18分ほどございまして、乗用車の進入によるけが人はなく、バスの運行にも影響はありませんでしたが、専用の軌道に車が進入するのは2001年の開業以来初めて。車は60代から70代の男性が運転していたということです。事実確認をですね、まだはっきりしない部分もございますので、再確認する必要がございますが、その上でですね、管理体制の、見直しが必要かどうかも含めて、検討したいと思っております。警察は車を運転していた男性を探すとともに、詳しい状況を調べています。